最善を尽くす。それだけだ。やってみろ、新入り。小田原城はもう目の前。道中を阻む市場を早々に落とし、進軍いたしましょう。うん、できるだけ早く終わらせたいものだ。家康様。殿はどうにか北条攻めを避けられぬものかと苦心されていた。到底喜び勇んで進軍する気にはなれんだろう。ならば手加減をしろとでも言う気ですか。ダメです、ダメすぎます。無用な犠牲を出さぬよう最速で小田原を囲み、早々に北条を下らせる。そうして一日も早く戦を終わらせることこそ家康様の御心にかなうことです。違いますか。吠えたな。ならばあの城一日で落としてみせよ。言われるまでもありません。いいの若様へ存分に働いてみせます。山中城と足柄城、この二つの城を同時に攻め落とす。無用な犠牲は避けねばならぬ。できるだけ早く攻略するのだ。全速力で駆け抜け、我らの速さを見せつけるのだ。足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力を削ぎ落とすのだ。敵の予想を上回る速さで攻め上らん。敵は混乱し、士気も下げられよう。守備を固めよ。防衛に徹するのだ。見事、徳川の前方に直政ありよ。備えがあったとは。よし、
急ぎ三の車を制圧するのだ。幸先で丸へたどり着いた。急ぎ制圧し敵の士気を下げるのだ。デマルが奪われたか。まさかこれほど早く落とされるのは。そう、我が年次の記憶に留め。聞かせていただこう。マイ。という無様な。やるな、我らも続け。エゾムソン、この程度で満足ってことはないですよね。我に挑むとは勇敢な勝負。本丸へは絶対誰も通さんぞ。敵を倒すのみが忍びの技にある。ここは砂術を用い。北条氏忠様はすでに城外へ撤退されました。守備兵も撤退し開城せよとのことです。なんとまことか。無念ではあるがやむを得ぬ。退却せよ。見事徳川の先方に名を正ありよ。王城の滅びは避けられない。豊臣の天下が定まります。お前は悔しそうだ。殿はそんなさまつなことは気にしておらぬがな。太平がなればそれでよいと。肝心のあなたはどうお考えなんですか。殿が立たれるとき我もまた動く。その覚悟をしておるがよい。それだけのこと。家康様があれほど褒めおりくださった。北条は何故戦に及んだのでしょう。秀吉殿のやり方には断固したがりだが、それで北条が滅びてしまったら、氏政は氏康殿や北条のため散った兵たちに何と詫びるのであろうな。いや、
退却じゃ。小田原まで戻って立て直しを図るぞ。まさかもうこんなところまで敵が来るとはな。この宇治勝がいる限り山中城本丸には何人たりとも通さん。やはり強い。徳川さえ味方になってくれていれば。宇治勝様まで退けられるとは、もはやこれ以上は。命に変えてもこの城を守ると誓った者を。無念。宇治政様、宇治直様、申し訳ありません。戦を長引かせずに済んだようだな。みんな、実によくやってくれた。真田は生きる。どのような手を使おうと。真田を支える力となりましょう。さえ落とせなんだこの八形城ぞ。どうせ集めの軍など相手にならぬわ。確かに城の守りはかかる。力攻めは愚策。敵の士気を下げて降伏させるべきだろう。伝令がありました。忠勝軍が近くこちらへ到着するもの。さすがに抵抗が激しいな。徳川の援軍を当てにするしかねえか。この有様では援軍を引き入れるのも難しい。突破口は開いてやらねばならない。これ以上の抵抗は犠牲を増やすばかり。わしからも申し上げましょう。こんなところで倒されてちゃ話にならねえ。影勝、マサイキ、お前らもだ。いいな。水戦、まずは砦を落とせ。さもなければ後の戦にも響くことになる。我が術中で真田の名、怪我させに済んでよかった。見えている。こんだけ敵を減らせば十分だろう。んだ忠勝水産、待たせたな。土産を持ってきたぞ。好きにはさせない。
は守備隊に任せた。我は敵の守りを崩す。本日の威力は守備兵の数で決まる。できる限り耐えるのだ。華やかさはないが見どころがある。砦で一つのこの剣の王さ。ここを攻めろ。押されている。小田原からの援軍はまだか。遅くなってごめんなさい、藤国。私は徳川を止めます。見えている。守備隊が減れば大筒の威力も落ちる。是が非でも全員を守り抜くのだ。見えている。あとは私。女神を傷つけるのは上杉の戦ではありません。うろたえ者を沈めにして。好きにはさせん。ごめんね。でもこれだけは。小田原のみんなはまだ諦めてないから。何故村人を駆り立て、指揮する者を倒さねばならぬ。皆の助力が必要なのだ。すまだ我々と共に戦ってくれ。泣かして何になるんだ。こいつは秀吉に顔向けできねえ。松井田城で確保した兵糧があるはず。そちらを回せ。の力が不可欠。打ち続けるためにも守り抜かねばならぬな。大筒の威力、恐ろしいほどですね。恐ろしいのは威力だけではない。あの砲火と轟音は人の心を萎えさせる。不落の八形城がここまで。もはやこれまでか。開門。あとは私に。そろそろ罪だ。北条氏国を倒してこの戦を終わらせるぞ。氏国様、まだ諦めてはなりません。
小田原の連中は分かっているのか。勝負、討ち取ったり。俺の志、バカには分からぬ。奏でよう、誠実にの。あれが伊豆ね。なかなか景色のいいところじゃない。はい、複雑な入り江を生かした天然の要害です。心してかからねばなりません。もうまたそんな無粋な話をして。我らは戦に来たのだ、無粋も何もあるか。ほんとつまんない坊やたち。いいわ、さっさと終わらせましょう。ずっと潮風に当たられて髪がベタベタ。早く湯に浸かりたいわ。上等。あの方々もやる気を出してくれたのならいいのですが。当てになるものか、兵団を担う重要な役目だというのに。皆承知していますよ。小田原に物資を運ぶべく早々に占拠しましょう。前線への物資の輸送は我ら水軍の役目。この浜で揚陸し小田原へと向かいましょう。
まずは荷上げです。夜のうちに中央砦まで荷を運び込みましょう。手始めに二打隊の進路を確保するため北砦、南砦を抑えます。声出されると迷惑なのよね。すぐにいい夢見させて。この度の戦は豊臣の威信を世に示すもの。何に一つの失敗も許されぬと心得よ。俺に任せよ。敵将軍、貴様に送ろう鎮魂歌を。進路を確保したらそのまま中央砦、そこで一旦物資を集積します。暗黒の魂の鼓動が敵か！野獣とは卑怯なり！これだからバカは。夜討ち朝掛けは兵法の常だ。敵将、討ち取ったり！上等、そのまま北走れ。貴様らごとき今の俺たちは止められん。俺に任せよ。厳島の戦いを思えば闇に紛れての雪眼など小早川水軍にはお手のものというわけだ。古い話をご存知です。随分と毛利にお詳しい様子。無論毛利だけではないかな。ガラキだな。あらら、船に襲われちゃった。ほっといたらまずいんじゃないの。怒れる気がせん。我らが船を開けると本当に思いましたか。欧州ラッパなどに船を渡すと思うてか。上等、そのまま北走れ。本当に引き込んでいる。運動見よ。欲しいのだよ。疲れた。目的地はまだまだ先か。ここまで来ましたか。まだ気は抜けません。この砦の中で少しの間体を休めてください。ありがてえ。これでもう一頑張りできるってもんだ。敵将、討ち取ったり。耐え抜いたか。震えたぞ、その反骨の魂に。
虫を土と変えてくれん。開門。俺に任せよ。開門。南東の山を越えれば小田原へ抜けられます。ここは二手に分かれて向かいましょう。大事な物資を任せておけ。奪われるわけにはいきません。早急に制圧しましょう。この程度の戦果誇れる気がせん。三条つかまつ、我が敵はここか。豊臣の使いっぱしりね。どの陣営にいるかは重要ではない。重要なのは時代を維持しているかどうかだ。そうね、あなたも変わらない。それじゃやりましょうか。誠実に。撃ち取ったり。船を狙え。開門。これは船を破壊されてはなりません。阻止しなくては。今まではあと少し。皆さん、ここが頑張りどころです。奏でよ。戦場に散った魂が俺に戦えと叫んでいこう。魂の叫びに応えるため。朝になれば警備の目も厳しくなります。リーダーを運ぶにも一層注意しなければ。我が光明となってもらおう。もう終わりか。なんという無様な。上等、そのままひた走れ。この程度の戦果誇れる気がせん。目的地はあそこか。止まりなさい。物資を小田原には届けさせない。きっと援軍は続々来てるんでしょうね。早く抜けないと手詰まりになるわね。敵将よ、貴様に送ろう鎮魂歌を。武働き、はい。戦う勇気をください。よき敵に巡り会えた。
ならぬ敵だ。もう終わるか。さあ、これで道が開けました。皆さん、急いでください。つまらぬ敵だ。もう終わるか。聞かせていただこう。俺の采配こそ天下無双、決して揺るがぬ。我らのお役目、どうやら果たせそうですね。将、兵も民も北条の魂を持っている。次なる関東の主は苦労するだろう。誠実に。小田原ってどんなところかしら。ちょうど花の季節じゃない。皆ご苦労。俺は次の戦場に出向く。この後も怠りなく務めよ。どのような手を使おうと。真田を支える力となりましょう。北条は未だ徹底抗戦の構えを崩さぬか。小田原城が落ちるはずがないという考えなのでしょうか。小田原城は落ちずとも兵と民は死に続ける。関東の守護は聞いて呆れる。北条の抵抗ももうじき終わる。利家殿、どういうことだ。次の戦は値切りにする。それは抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず値返しだ。そして北条の士気をくじくと。そういうことだ。それは秀吉様のご命令か。俺の一存で決めたことだ。戦を終わらせるにはこれしかねえ。従ってもらうぞ正幸。父上。承知した。
抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者誰彼構わずに狙いした。闇夜で敵の布陣は読めんが構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。圧倒的な力を見せつけるのがこたびの目的。なるほど、大将国が誰一人欠けてはならない。本陣に攻め込まれるなどもっともでか。さように心得る。やめてくれ、よく見てくれ、わしらは兵士じゃねえ。こうするしかねえんだ。こうでもしなきゃ小田原の連中はわからねえ。狙いを定めづらいな。鉄砲隊、朝までしのげ。夜明けとともに一斉射撃だ。敵は鉄砲隊を配備しているようです。夜の間殲滅した方が良さそうです。あとは私。圧倒的な力と恐怖で抵抗の意志をくじく。確かに効率的だ。まるで魔王の戦である。好きにはさせん。早々に下ればよいな。敵将討ち取ったり。相手ではなかったか。よし、これでいい。これが戦を終わらせる早道だ。出番。これで少しは楽になるか。中の女子供は見逃してくれ。それはできねえ。ねえ、知ってのはそういう意味だ。おのれ。ならばわしは貴様を地獄の道連れにするのみ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。待たせておけ。早々に
ちは楽になるか。出番だ。これで少しは楽になるか。あとは私に。出番だ。心得た。持ちこたえたな。いざ撃て。敵ながら見事な采配。ようやく戻られた。この目処はつきましたかな、藤田殿。どうにかして急がねばなりますまいさん。砦の民兵が進軍を阻もうとしている。八幡城の剣を知れば逃げちろう。横地様、敵が迫っております。あとは私に任せてお逃げください。開門。すまる、必ず八王子の援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。見えたか、八幡城では大筒で撃ちまくられて散々な目に。恐ろしい。これはもう退散するしかねえだよ。依頼無限殿、戦を終わらせるためです。私の話を聞いてくだされ。これ以上無益な抵抗は。これで戦が終わるのであれば。開門。様たちがいなくても、オラたちが八王子を守るんだ。なんでそうまでして抵抗するんだよ。もうやめねえか、お前ら。みんな、もうしばらく耐えていてくれ。小田原にこの惨状を伝えて必ず戻る。終わったな。戦は終わりだ。年家、槍を下ろせ。
利家殿、父上、本陣より使いが参りました。北条方の士気は目に見えて下がっているとのこと。寝返りも多く出ていよう。北条は中から崩れる。武田と同じようにな。はい、おっしゃる通りです。これで間もなく戦は終わる。太平は目の前だ。ご苦労だったな、正行、信行。ああ。利家殿も己の一存とおっしゃいましたが、本当は秀吉様のお指図があったのでは。言うな。利家の心意気が無意になる。はい。天下のために知恵を使ってくれ。わしは秀吉様にそう言われておった。それがどうだ。利家一人に泥をかぶらせてこの始末。秀吉様もさぞ落胆されておろう。されど、これで戦は終わります。太平の世を一日も早く築くためには、これもやむを得ない犠牲であったと申すか。今日の犠牲に報いるため太平をか。どこかで聞いたようなセリフだな。父上。つまらぬ。それではつまらぬのだ。わしは。